私の名前は初めから出会わなければよかったって、この人と出会わなければこんなに悲しい思いしなくて済んだのにって。耳聞こえにくいの？ごめんね。そう、耳聞こえなかったでしょ。なんで教えてくれなかったの？今日紬どこ行ってると思う？手話教室。好きになれてよかったって思います。思いたいです。